9回東恩納勧進賞を送り表彰いたします。2012年2月24日琉球新報社、どうもおめでとうございます。この民具を通して人々の生活を見なさい、それから人々の精神文化までですね、遡って研究しなさいという、まあ、集団であって、これが目的ではないわけですね。それが民具研究だと思います。偉大な民族学者であるというふうに思っております。